どうも皆さんこんにちは。今回もモンスターハンターワールド総紹介やっていきます。ご紹介する装備ですね、あくまでも一例でございますので、まあ、改良したい点とかね、あの装飾品などの都合があればどんどんいじって皆さんなりに使ってみていただければと思います。最後にね、実践動画もあのついてますんで、もしよかったら参考程度にご覧いただければと思います。早速いきましょう。今回はですね、まあ、今回もっか、今週イビル女王 の装備結構たくさん作って、強いイビル女王装備をね、あの紹介しているんですけども、今回このゴーヤ体験です。ゴーヤ体験、イビル女王の体験ね、これすごいね、火力やばい。でこれを、今回ちょっとロマン寄りに組んできたので、ちょっと使ってみたんですよ。結構強かったんで、これをねちょっと紹介していこうかなと思います。ちょっと早速装備見ていきましょうか。ちょっとゴーヤっぽいですよこれね、完全に。で、装備はですね、このアングイッシュっていうやつですね。でこれね、もともとね、回心率がね、マイナス 30% なんですよ。マイナス 30% なので、カスタム強化で回心強化をね2個入れちゃって、一応マイナス15まで減りました。これね、攻撃力とかでもいいかもしれないですけど、マイナス回心をどうしてもちょっと消したかったので、僕はカスタム強化回心2個入れちゃいましたね。で、攻撃力が、ゴフとか込み込みで、1104でね、これ匠を1でも、組むことによって、イビル女王の武器って何でもそうなんですけど白ゲージが出るんですよ。匠1で白ゲージ出るってめっちゃ優秀ですから、これを、今回、匠2までね、積んでるんですけど、これ後で説明します。で属性が、竜属性値240の竜風力大ということですね。まあ、だからこのコリュとかと戦う時も結構いいんじゃないかなっていう、そういう装備になってます。で武器はですね、アングイッシュの、耳栓の5石3、竜王の石眼アルファ、ダマスクベータ、カイザーベータ、バゼルベータ、デスギアベータという感じになってまして、で、早速スキルなんですけども、スキルはですね、この右側にね、見ていただいた通り、これが全部なんですけど、耳栓レベル5、やっぱりね、僕耳栓信者なんですよ。僕耳栓信者で、耳栓、やっぱ体験とか、あとチャージアックスとかね、あの辺、耳栓がないとなんかちょっと不安になっちゃうタイプなんで、このどでかい技を当てるときに耳栓、まあ、特にバゼルギウスですね、バゼルギウスとかの方向とかで邪魔されるとめちゃめちゃイラつくんで、自分が気持ちよくなるためだけに耳栓5を積んでます。これいらない方は抜いていただいて構いません。耳栓レベル5、これでもう完全に方向を気にせずにひたすら新ため切りをぶち込んでいくという、そういう装備です。で、見切りレベル5、これね、見切りレベル回心率プラス 20% にして、だから要は何がその難点かっていうと、アングイッシュの回心率がマイナスであることなんですよ。回心率がマイナスじゃなければ最強なんですよ。だから回心率を何とかしてマイナスを消してで行きたいということで、見切りレベル5で、さらに、弱点ももちろん体型も殴りやすいですから、ある程度なので弱点特攻でレベル3にして、弱点への回心率をプラス 50% していく。で回心が発生した時に超回心レベル3により回心攻撃のダメージを 1.4 倍にすることによって、まあ、そこまで回心出ないんですよね、2分の1ぐらいだから弱点特攻なんで、なんですけど2分の1ぐらいで 1.4 倍にできるんで、すごい、ね、鬼のような火力が出るんですよ。なんせこの火力が高いですから、元々の攻撃力1104、さらに切れ味が白ということで、で集中一応レベル2つけてて、これはまあ新ため切りとかのね、ため切りの時間をね少し短縮したいなっていうことと、匠レベル2つけてて、これ高めレベル2くらいでいいかなと思いました。3とかね、まあ、5とかまでもありかもしれないけど、体験そんなになんか片手剣とか双剣ほど切れ味が変ないんで、別に2くらいでも全然、まあもちろんね少し研がなきゃいけない時間もありますけど、別に全然いいかなっていう気はしましたね。使ってて青ゲージとかでも全然強いしでね、体験強化されたんですよ一応。抜刀するそのため切り2段階目3段階目のため切りと、あと2段階目3段階目の強ため切りが強化されたんですけど、言うてねやっぱね新ため切りの方が強いから、なので新ため切りを当てていくっていうゲームになることに変わりはないと僕は判断したので、なので抜刀術技とか納刀術とかそういうのは完全に撤廃して、でタックルと新ため切りを基本に立ち回っていくっていう戦い方の体験になってますので、まあそれね、実践の動画見ていただければ分かると思うんですけど、まあ、ご了承いただければと思います。装飾品が、ね、ない状態の、スキル構成がこれで、ね、こんな感じ。耳栓5、弱点特攻3、集中2、匠2という感じになってます。で、ここにですね装飾品割と優秀ですから、空いてるスロット数はここにぶち込んでいくんですけど、
装飾品をまあぶち込んだ状態がこんな感じになってまして、ですね、ハードルが高いのはやっぱり超真珠3つかな。これがやっぱりまあなくてもね、ちょっと若干軽くは落ちますけど、なくても別にいいかなって感じです。例えばここに超真珠じゃなくて、例えば合真珠積んで達人寺のところにその剣魔寺とかそういうの積んでもいいと思うし、まあいろいろと変えていただければとね思うんですけど、僕はこれでやってます。超真珠3つ、これで超会心3にして、で達人寺を5つ、これで見切り、レベル5を発動していくと、そういうやり方でやってます。この辺はね皆さんのお持ちの、なんか装飾品でいろいろ変えていただいてもいいのかなという感じはしております。早速ですね、ゴーヤ体験の一撃のロマン、これをね皆さんに見ていただければと思いますんで、早速実践編いきましょう。どうぞ。ではね、今回もまたネルギガンテ大先生に、お相手お願いしてネルギガンテもマジでこういうさ装備紹介とかさ、TA の動画とかで倒されすぎてマジ絶滅するんじゃない、そろ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 もう絶滅してもおかしくないくらい買われてるけどね。僕も多分200体くらい買ってるんで、おそらく僕のそのワールドでのネルギガンテはそろそろ絶滅するんじゃないかと思ってますけど、ちょっと待って、お前ちょ、行き過ぎじゃない？で、ここで改心して、あとはもう、あとはほんとひたすら新ためを当てていくゲー。これひたすらもうほんと新ためを、この、これをほんとに当て、あ、バカ !260、いや、弱いな。弱点にね、白いとこに当たんないと、ダメージ出ないんですよね。だから、ちょっと白いとこに当てたいんだけど、ちょっと今無理。あー、外していく。まあ、これはあるあるですね。これ新ためあるある。新ため、空振り、何、モンスターがもういないっていう。うるせえ、お前も。ていまあまあまあ弱点じゃなくても260なまあまあ入った方か。まずはですね、弱点に当ててどのくらい入るかをちょっとね見ていただきたいんだが、全然弱点入らないフレイングスキルがない。体験結構難しいですよね。新ためを当てるっていうのは結構難しい。そして間違えていく、タックルができていかない。ここで頼む、当たってくれ。おらよしよし、713、今貯めてないですからね。今貯めてなくて713ですから、ここで貯めて532。まあまあまあ白くなかったからね、白ければもっといくから。言うて白いところに貯めてなくて732だっけ、いやいくつだっけ、ちょっと忘れちゃったけど、いくつ入るから。おお、ナイス、猫ナイス。これ、ね、猫麻痺武器持たせるとめっちゃいいですよ。すげえ有能。ここでしっかりと当てて、どれ !751! 来た !751 ですよ、皆さん。しっかりと、白いところに当てられれば、新ため751入ります。これがロマンだよし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 、いいぞいいぞいいぞ。ネルギガンって本当に気持ちよくないですか？このモンスターやっぱすごい楽しいですよね、戦ってて。なんつうの？この、こけてくれるし、今いくつ入ってる？俺800とか入んなかった。ちょっと待って、見間違いかな。すごい入るんですよね。空振っていく。新ため空振りはね、あるあるですからすごいあるあるですから、これはまあね仕方ないかなっていう、ま、そして一応匠2しかないから、まあ青ゲージにはなっちゃうんですよ。こんな感じでこんだけ戦ってれば、なんですけど、まあこのぐらいでマルチだとモンスターが移動したりするんでね。ドラッ、よし、かっこいい。マルチだと結構移動したりするんで、まあ別に1回くらい飛ぶタイミングがあるかなと。まあ仮中でもね、別になんか誰かに狙われてるときに解いてもいいし。すごいね、ちょっと僕も見返してみてどのくらいダメージが入ってるのかちょっと楽しみですけど、普通に柱切ったときは、トレーニングエリアの柱切ったときはジャグラーサッカーとかで全然強かったんですよ、こっちの方が。なのでね、多分ね、ネルギガンテとかカルヨ竜属性通るとかだったら全然こっちの方が強いと思います、おそらく今までの体験よりも。まあ、ただね、4月のね6日くらいにあれが来るんですよ。新しいコンテスト体験が来るらしくて、でそのコンテスト体験がどうやら無撃が詰めてすごい火力が出るらしい。だからそのコンテスト体験と比べるとちょっとどうなのかなっていうところがありますけどね。動画もし気に入っていただけましたら、チャンネル登録とグッドボタンぜひよろしくお願いいたします。ツイッターもしよかったらフォローをぜひよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。